お疲れ様です。足パカで膝が曲がっちゃう人、太ももの裏側が硬い人、ぜひ一緒にこのストレッチやりましょう。まずは今の自分の状態を確認します。足を腰幅に開いて前屈してみましょう。このストレッチが終わった頃にはこのようにもも裏が柔らかくなっていますよ。それでは最初のストレッチ、膝立ちお辞儀をしていきましょう。膝立ちになり、太ももの前を手でなぞるようにしてお辞儀をします。この時首から背中の骨一本一本を動かすような意識でお辞儀してください。腰の位置は固定して、お尻を後ろに引かないように注意してください。もも裏が硬い人はまず体の背面をリリースしていきますよ。次は長座で背中ねじりです。膝を曲げてつま先を立て、足の甲の外側を手で持ちます。反対の手はお尻の横の床につくようにしましょう。太ももと胸をくっつけて背中をまっすぐにしてねじります。いけそうな人は少しずつかかとを前にずらしてもも裏を伸ばしてください。この時背中はまっすぐ、太ももと胸がくっついているのが優先です。反対側も行います。手で足の甲をグッと押すようにすると背中の伸びが深まります。さらに胸を天井方向に開くように意識してみましょう。いける人はかかとを前に少しずつずらしてみてください。胸と前ももがくっついた状態で、いけるところまでで大丈夫ですよ。背中ともも裏のストレッチです。次はもも裏のストレッチです。片膝立ちになりましょう。足を一歩前に出したら両手を横につき、かかとで床をグッと押すように意識しながらももの裏側を伸ばします。背中はまっすぐ、目線は正面を向きますよ。この時背中が丸まったり視線が下がらないように注意です。膝は曲がっても大丈夫なので、胸と前ももをくっつけるような意識で上半身を倒しましょう。もも裏が伸びますよ。反対足も行います。ではやりやすい位置で大丈夫です。もも裏の伸びを感じながら少し前後に動きましょう。もも裏が柔らかくなると筋トレの姿勢が安定したり、怪我もしにくくなりますよ。太ももは大きい筋肉なので、ここを動かすことで全身の代謝も上がりやすくなります。一緒にストレッチ頑張りましょう。次は仰向けになり、膝の裏を押しながら足を動かします。両手の人差し指、中指、薬指で膝の裏の筋肉をぐーっと押さえながら膝を曲げ伸ばしします。膝の裏のポコッとしたところは膝下筋という筋肉で、ここが硬いと膝の屈伸がしにくかったり、もも裏が伸ばしにくくなります。しっかり両手の指で膝裏を押さえながらほぐしていきましょう。反対足です。上半身は力を抜いてリラックス。膝の裏側をマッサージすると足全体が軽くなりますよ。なかなか普段は触らない部分なので、今の時間でしっかりほぐしてあげましょう。家にテニスボールなどがある人はボールを膝裏に挟んでマッサージするのもいいですよ。
もう少し続けましょう。次は4の字ストレッチです。膝の上に足首を置いて、両手で膝を胸の方に引きつけて、お尻ともも裏のストレッチです。いけそうな人は足の間から手を回し入れて引きつけると、さらにお尻が伸びますよ。自分の気持ちいい方を選んでくださいね。反対足も行います。お尻の筋肉が硬いと腰痛の原因になったり、もも裏が硬くなったりします。お尻は体の中心の筋肉なので、上半身にも下半身にも影響するので、しっかり伸ばしていきましょうね。深い呼吸をしながら自分のペースで続けていきます。次は45度ストレッチです。起き上がりましょう。足を斜め45度外側に開きます。骨盤を立てるようにして座って、前に少しずつ前屈していきましょう。もも裏のストレッチです。つま先は少し外側に開くと、もも裏が伸びやすいです。背中が丸まるともも裏が伸びにくいので、背中はまっすぐにしましょう。いけるところまでで大丈夫。反対足も行いましょう。斜め45度に足を開き、骨盤をしっかり立てて、つま先は外側です。息を止めずに深く呼吸しながら前に倒れましょう。吐く息とともにストレッチが深まってくれますよ。次はつま先を持って前屈します。膝を曲げてかかとを突き出し、つま先を持ちます。胸を太ももにくっつけたまま、徐々にかかとを前に突き出していきましょう。もも裏が気持ちよく伸びるところまでで大丈夫。この時も背中が丸まると呼吸もしにくく、もも裏も伸びにくいので注意。膝を伸ばすことよりもももと胸をくっつけることを優先させます。さあ次はハグ前屈です。立ち上がりましょう。足は腰幅に開いて、膝を曲げて胸と太ももをくっつけます。肘同士を掴んでハグをしたら、つま先でぐーっと床を踏みしめましょう。胸と太ももが離れないようにしながら、膝を少し伸ばすようにしてみましょう。膝は曲がったままで大丈夫。お尻を上に持ち上げるイメージで膝を伸ばそうとすると、もも裏が伸びます。最後は背面叩きです。両手をグーにして体の背面を強めに叩きましょう。背中、腰、お尻、もも裏、ふくらはぎまでしっかり強めに叩きます。もも裏が硬い人は背面全体が緊張していることが多いです。しっかり刺激してあげることで体の緊張がほぐれ、柔軟性が上がりますよ。さあラストまでしっかり叩きます。お疲れ様でした。はーい、お疲れ様です。
した。それでは皆さん、最初の状態と比べてみましょう。前屈をしてみます。せーの、はーい。すごい柔らかくなりましたね。お疲れ様でした。ぜひ足パカの前にこのストレッチやってみてください。足パカの前以外にも、ももが硬いなとか腰痛があるなっていう方は、ぜひ太ももの裏、ここの柔軟性が上がると体の背面部分がね、全部つながってるので柔らかくなってくれます。ぜひやってみてください。じゃあお疲れ様でした。So let's lay under the falling